ました、はい、ドロックス TV。 さあ、はい、本日、はい、ね、なんか おしゃれなね、なんかこうところに参りましたけども、ね、はいはい、本日はどこにいらっしゃったんでしょうか。私たちは代官山です。はい、はい、代官山、またおしゃれなとこ来ますね何しに来たの。代官山にあります、うん、ダクトコーヒーラボさんに来ております。で、そこで何するの。ですね、そちらで、うん、ラテアート。ラテアート、はい、おしゃれなラテアート。ラテアートですよ。竹下さん、ないよ。ある。ないでしょ。ない、ね、あれって絶対できないからね。絶対できない。絶対できないよ。簡単に出てくるけど、うん、すごいじゃん。あれ結構な、ね、それを無謀にもやろうと、やろうとしてる私たちは、はい、アホですかと今日ね、2時間という限られた時間で素人の僕らがどれだけラテアートができるか、これをやっていきたいと思います。そこでですね、はい、本日このダクトコーヒーラボスペシャルバリスタご紹介しましょう。相馬さんでございます。相馬さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません本当に。いいえ、これ僕ら無謀な挑戦を、しようと思ってるのは分かってるんですけども、はい、バリスタ歴はちなみに何年ぐらいで、6年ぐらいです。6年始める前にいろいろ撮らせていただいたんですけども、何やら あそこにすごいなんかね、そうだよね、トロフィーめいたものがございますけども、はい、あれは何でしょうか。世界大会5位になりました。5位。私たちは世界大会5位の方に習うという、できるもんなんでしょうかね。そうですね、本質が分かれば、はい、誰でも簡単にラテアートができると。簡単にできますかじゃあ最初に作ったやつと最後に作ったやつがどんだけ2時間で成長してるかというのをね、ちょっとやってみたいと思いますんで、楽しみにしていてください。はい、それでは頑張ってやってみましょう。まず高い位置から。まあ、こういう感じで。きれい。茶色と白。さあ、はい、今ですね、相馬先生の方から、相馬先生からレクチャーいただいて、はい、これもうぶつけ本番でいきますよ。ちょっと一発バシッとやらせていただきたいです。バシッとやってみよう、はい、頑張ります。できるのか。うん、頑張る。 OK。 濃い顔で意気込みをどうぞコーヒーより濃い顔で頑張る。オッケー、いいね。左です。鳴らす感じです。はい、綺麗。綺麗ですね。これがね、今5秒6秒となってますけど、30から35秒ですね。33秒で飛んで、ちょっと先生の真似しちゃってる。33秒、なんか先生のね、真似した方が良くなりそうなんで、バリスタっぽいよ。滑らかにするわけですね。バリスタっぽいよ、はい、さあ、こっからいくよ。すげえドキドキする。初です。初です。いきましょう。見よう見まねでやりますよ。いきましょう。見よう見まねで、はい。全然できない。お、全然できない。お、日の丸ですかヤッターマンのあの煙みたくなってるけどね。まあこんなもんでしょうね、先生ね。最初はね、はい、最初はこんなもんですよね。あ、上手です。上手ですか。上手です。お褒めの言葉いただきました。もう褒め上手だから先生ね。ありがとうございます。ありがとうございます。直樹ちょっとやってみて。オッケー。さあ、相馬先生。はい。私の番でございます。はい。私は人生ノリで生きております。はい。ですのでこの一発目もノリでかっ飛ばしてやりたいと思います。できそう。できそうっていうかもうできる。俺のミス。俺ならできる。僕ならできる。早くやって。緊張してんだよ。そしたら、まずカップ。あ、大きいですね。
ちっちゃい方で。やっぱりさ、大きいの選んじゃうんだね、ほら。静かにしてもらっていいかな。それで左ですね。左からの。左からの。乾いたので、これで水分を。おお、大丈夫か。乾いた布でふきふき。ありがとうございます。相馬さんがほら冷たい顔で。いきます。オープン。踊り出しちゃった。ほら踊り出しちゃった。馴染ませるのは僕得意なんですよ。野球部なんでグラウンド整備得意だったんで。トンボのように鳴らすっていう。固い絆に。もうそれ乾杯だった。乾杯。プレーします。よし。ベッサー。完了。これを左ですね。はい。左でオープン。33秒。いきます。テレテテレテテテレテテレテテテレテテレテテ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 はい、乗ってる乗ってる乗ってる。あ、けどですか。さあ、行きましょう。はい、行きますよ。いいですか。なんか若干違うけど。え？はい。え？お、なんか、何？なんかちょっと。卵焼きだよ。先生クスクス笑っちゃってるからね。これなんでこんな量が違うんですか？素晴らしいです。でも考え方が、はい、他の方と。え？あ、こんな生徒さんは初めて見ました。独創的。あ、独創的考え。パワープレイでやったような気がしたんですけど。それでもそうですね、着地がぴったり決まった感じです、ね、なるほど、はい、途中はどうでもいいけど、はい、よく、はい、よく今言いました、よく回る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 、初めてですもん、初めてですもん、はい、よかった、三段跳びやっててよかった、中学の時すごい、うん、なんか意外にさ、意外にさ、ほら、君のよりなんか濃くない、うん、濃くない濃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 い先生のまだハートが崩れませんよ、すごいよね、うん、はい、セカンドチャレンジで、いいえ、セカンドじゃない、もうラストよ。え、ちょっとね、水で練習させていただいたんで、うん、ちょっとできそうな感じです。ありますあります。先生どうですか、練習見てて。練習見て初め やった時よりはうまく書けると思います。どうですか、プレッシャーになってませんか。俺プレッシャーに弱いからさ。知ってる。結構練習しましたよね。はいはい、はい、結構しました。結構しましたね、はい、さあ見せていただきましょう。出前を、うん、来てます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 からの、いい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 よいいよいいよいいよ、来たんじゃないこれ。あ、ちょっと待って、これクジラ、あんまりさ1回目と2回目変わってないね。そうだね、練習した意味あんまりなかったね。わ、これでも今ちょっと行ったかなと思ったんですけど、よくないですか、ハートハート気持ち、ハート見えかけてる、見えかけのハート。初めよりは、はい、2回目よりは、はい、とてもよくできてると思います。でもあんなに練習したのにね。そうですね、あ、先生ですよね。ひろゆきは水で何回も練習したよね。うん、したね。このね、ミルクのね、このジャーっていうのも何回も練習したよね。うん、僕何もやってません。一回もやっても、さっきの作った一回しかやってません。ここから成功したらすごくない？はい、すごい。それをこの YouTube で見せましょう。では先生、はい、私一切お水で練習をしておりません。はい、確かに。もう先ほど習った通り、私はもう頭の中にそれをインプットして今からそれを実行します。これでうまくできたら私はもうバリスタの才能があると、はい、言い切って大丈夫だと思います。よっしゃ、僕ならできる。後ろ姿がバリスタ、いやファミスタ、いや野球やってたからね。
ファミスタ、バリスタじゃない。先生があの苦笑してます。すぐ行くよ、すぐ行くよ、はい、はい、行くよ、はい、行くよ、はい、行くよ、行くよ、よーしょー。そう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 だよ、そうだよ、それだよ、そうだよ。一回落ち着いて、そう、ホーク、スプーンおばさん、ステラおばさんみたいに言うなよ。朝を増しすぎたのと低空飛行。ああ、なるほどね。ライナー投げすぎだよ。だってライナーのホームランが多いんだもん。多かった、よかった。いただきます。おいしい。先生、先生、今ので本当は最後だったんですけど、どうしてもこの子がやりたいって言うんで、はい、泣きの一回お願いします。お願いします。わかりました。行きましょう。絶対成功させようか。頑張る。距離いいから、ね、うまい、うまい、うまい。そりゃそうだよ。豆のおかげだよ。レッツゴー、レッツゴー。早いな。行くよ、行こう。はい。泡が多すぎたかもしれない。なんか体験、はい、先生いかがだったでしょうか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、とても2人ともお上手で、お、はい、短期間で、はい、言ってくれますよ。本当に本当に優しいです。ね、この2時間ばかし、いや2時間もやってないな。1時間ね。しかも 3回ぐらいだった、ね。そうですね。はい。3回ぐらいやって。最初どうなるかと思ったよね、うん、最初のパワープレイ。最初のパワープレイね。でも先生も見たことがないから。ね、生徒さんで見たことがないぐらいのパワープレー。うん、もちろんね、お世辞だとは思うんですけど、いいっておっしゃってくれてね、まあ、あの、頂点でございます、本当に。本当にね、あの、申し訳ないんですけども、あれはハートでございます。まあ、これはあのね、ハートっていうパワープレーっていうのをね、はい、先生から教えていただいて、ハートですって出せば、うん、ハートになると。はい。ということで、私たちも、真心を込めて、はい、この YouTube、お届けしていきたいと思いますので、はい、気になりましたらですね、はい、この代官山ダクトコーヒーラボ、はい、皆さんぜひ足を運んでみてください。はい、コーヒーは絶品です。めちゃくちゃおいしかったです。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いしま す。ではまた次回お会いしましょう。鳥ですね、スワンですね、白鳥です。